鉱山古墳は、滋賀県安市町篠原にある古墳。形状は円墳。大岩山古墳群を構成する古墳の一つ。滋賀県内で最大級の規模の横穴式石室、石棺を有する古墳である。滋賀県南部、安川右岸の大岩山から北に伸びる丘陵の先端部に築造された古墳である。これまでに洞窟にあっているほか、近年に、 史跡整備に伴う発掘調査が実施されている。墳形は円形で直径約30メートル、高さ8メートルを測る。墳球表面で吹き維埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は右肩袖式の横穴式石室で正方に開口する。全長14.2メートルの滋賀県内では現存最大規模の石室であり、原室内に据えられた。 阿蘇溶血病海岸製のり抜き式毛型石棺は、滋賀県内で最大規模の石棺になる。副葬品の多くは洞窟で散逸しているが、調査では依然豪華な遺物が検出されており、特に全国的にも出土例の少ない箱を菌糸が特筆される。この鉱山古墳は、古墳時代後期の6世紀中央頃の築造と推定される。副葬品には、 朝鮮半島南部との関連性が指摘されるほか、塩山古墳とともに、石室、石管、副装品の予想は、被葬者の権力の大きさを伺わせる古墳になる。古墳域は1941年に国の史跡に指定された。現在は、史跡整備の上で、桜瀬史跡公園として公開されている。石室原室中央に、栗抜式系型石管、 主体部の埋葬施設としては、右肩袖式の横穴式石室が構築され、正方に開口する。石室の規模は次の通り。この石室は、現存のものとしては、滋賀県内で最大規模になる。沿道は、原室まで天井石が階段状に下がる形態とする。原室の床面には、玉石が敷き詰められ、その上には、主、雲母が認められている。 原質中央には、阿蘇溶血業海岸製の栗抜き式形石管が据えられる。長さ2.6メートル、幅1.6メートル、高さ1.9メートルを測り、滋賀県内では最大規模の石管になる。外石には、長辺、角2個、短辺角1個の縄掛け突起を有し、内、外面ともに種、ベンガで彩色される。この石質は、 幾度の洞窟にあっているが、調査において服装品が検出されている。ただし館内からの出土品はガラス玉2点のみである。石室からの主な出土品は次の通り。ありがとうございます。